チェルニウツィは、ウクライナ西部の都市で、チェルニウツィ州の州都、北ブコビナの代表的な都市、かつてユダヤ文化の中心であった、ドイツ語で、チェルノビッツ、ルーマニア語で、チェルナウツィロシア語で、チェルノフツイ、ポーランド語で、チェルニョフツェと呼ばれる、黒い町という意味の名前に由来すると言われる、標高248メートル、プルト川の上流に位置し、ブコビナの北部にある、 リビューと共に、ウクライナ西部の文化の中心地である。チェルニウツィ近辺には新石器時代より人が居住していた形跡がある。ハール・イチ・ボルイーニ大公国の時代にプルトガワサガに、砦が作られ入植が行われた。砦は多くに、地元の黒色土を塗り固めて築かれ、その城壁の色から町も、チャーンと呼ばれた。1259年、モンゴルによって、砦は破壊される。 過労死で破壊を免れた箇所を17世紀に強化、拡張し、要塞が作られた。その一部は現存している。その後、チェルニウチーへの入植は、より高地で戦略的に有利なプルトガーウガンが中心となった。1359年から400年間は、モルダビア公国の半トであった。やがて、オスマン帝国や、ポーランドリトアニア共和国、ウクライ七百七十五年以降、 この地方は、ハプスブルク君主国に領有され、チェルニウツイはそのブコビナ州の州都となった。直後に、マクデブルク法が適用された。19世紀から20世紀にかけて、ルーマニアやウクライナの民族主義運動の中心となる。1908年に、イディッシュ五世界会議が開かれた。1918年、オーストリア・ハンガリー帝国が解体すると、ルーマニア王国に譲渡された。 第二次世界大戦の開始後、1940年にソ連によって占領され、ウクライナソビエト社会主義共和国に編入された。1941年、ナチスドイツとルーマニア王国の軍勢がチェルニウチ及びウクライナ南部に侵攻して占領。1944年にソビエトが奪還すると、再びウクライナソビエト社会主義共和国に組み込まれた。 1991年に、ウクライナが独立すると、チェルニウツィはそのチェルニウツィの州都となった。チェルニウツィ大学。写真は、キューブコビナダルマチアフ主教の邸宅歴史的に、チェルニウツィは、様々な民族が行き交ってきたが、1870年から、第二次世界大戦末まで、チェルニウツィ最大の民族集団は、ユダヤ人であった。1930年に、 ルーマニア王国が実施した調査では26.8%がユダヤ人であった。ルーマニア人は23.2%、ドイツ人は20.8%の順であった。ルーマニア人は1950年以降、急激に減少した。ルーマニアに移住するか、シベリアに追放になったためである。大戦前は5万人以上いた。ユダヤ人は、戦後、3分の1も生き残らなかった。戦後、 チェルニウツィはユダヤ人のパレスチナ機関を支援するベルハの拠点となった。1991年のソビエト崩壊で市内に残っていたユダヤ人はイスラエルやアメリカ合衆国に移住した。2001年のウクライナの国勢調査ではチェルニウツィの民族構成はウクライナ人が79.8%ロシア人が11.3%となっておりルーマニア人も ユダヤ人も1%台しか占めていない。ありがとうございます。